皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは誰の言葉を信じるかが大事ということについてお伝えしていきたいと思います。誰の言葉を信じるのかっていうね、まあ、これ結構ビジネス上でもプライベートでも大事なことかもしれないですね。要はその方の思考そのものが言葉になって外に発信されているので、その言葉を信じて自分が活動とか行動するということは、まあ、その人が得ている結果と似たような結果を自分が得ることになっていくと思うんですよ。となると誰を、まあ、例えばメンターとか師匠と呼び、誰の言葉を信じて動いていくのかっていうのは非常に大事な点になるんですよね。まあよく例えば新規事業とかね、新しい仕事、特に独立をするような時っていうのは、まあ、反対をされるケースがあるとすると、まあ、肉親というか自分の旦那さんであったり、親のところ出ていない状態であれば親だったり、まあ、もちろん心配だからっていうのもね一番大きいんですけれども、まあ、それで反対されたりとかしたりしますよね。あとは友人とかですかね、それが良くないよとかね、いろいろ言ったりとかありますけれども、まあ、例えばその自分が信じている、行きたいと思ってる世界にすでにいる人が、あなたはできるよ、頑張ろう、やってみようみたいに言われた時に、それを素直に信じることができるかどうかということで、やっぱ道が変わっちゃうと思うんですよ。例えば家族がね言うことを信じてやめた方がいいよって言ってやめたとするじゃないですか。そうするとやめるっていうことになりますよね。だけど自分が尊敬している、師匠とかが必ずできるから頑張ろうって言って頑張るとしたするじゃないですか。そしたらできる可能性がすごく高いですよね。ということは何かを信じるときに誰っていう言葉を信じるのかっていうのはとても大事な基準値になっていくと思います。で、私の場合にはもちろん尊敬している、コンサルタントの師匠が、ね、いるんですけれども、まあ、その人を特にいいなと思っているところは全体的にこうフラットなんですよね。フラット、慌てない、バタバタしない、ちょっとなんか引いた目でね、ものをきちんと冷静に見て、あまり感情的に言葉を荒げたりとかしない、なんかいつでも水のようにささなみはちょっと立つかもしれないんですけど、ないでいるっていう、そういう印象を持っている方なんですよね。だから、まあ、私もそうでありたいと思うから、その人の価値基準と行動基準に自分を合わせていくっていうことをしているんですよね。だから誰をその見本にするのかっていうのはとても大切なことなので、例えばビジネス上うまくいきたいんだったら、日本とするお金の稼ぎ方ないしは生活の仕方をしている人を手本にするっていうのが、まあ、いいんじゃないかなって思います。なので誰の言葉を信じるか大事っていうのは、まあ、そういう意味で自分が尊敬できる人ですね、その人の言葉を主に信じて動いていくと似たような人生を送っていくことができる可能性は高まります。ということで、誰の言葉を信じるかが大事、誰の言葉をあなたは信じますでしょうか、ということを投げかけて本日は終わりにしてみたいと思います。それでは。